マウンド上で大事にしているルーティーンっていうものは、ちょっと大きいスライダー、まっすぐなんか戻った気がします。インサイドまっすぐ、今日はですね、現役時代僕が実際登板の日にですね、ブルペンで調整をするんですけども、そこで行っていたルーティーンっていうんですかね、試合に向けて、緊張感も高めながら体を作っていきたい、ランナーいない状態とランナーいる状況を想定しながら、34球持っている球種も、使いながら見せたいと思うんですけども、一つ先言っておきたいのは、目いっぱい投げません。目いっぱい投げないっていうのは、ここがメインじゃないので、試合であくまでパフォーマンスを出せるようにするための調整の場なので、コントロールもそんなに狙ってません。目いっぱいも投げません。まず一番大事にしていたことは、その日の状態を確認するということと、バランスと自分の感覚ですねっていうものを、その3つを求めながらやっていきますので、それも、口に出しながらやってみたいと思います。ナイター6時からなので、5時34分に針がカチッってなった瞬間に行ってお願いしますっていう風に入ります。でここでキャッチボールをするんですね、ちょっと軽く。でこれぐらいまで跳ねられるので、普段もこの辺まで行って、そうだな、20球ぐらいかな、行います。傾斜を使ってまずは立ち投げをします。基本的には僕はプレートは三塁側から投げてました。拳1個パンってやります。でこれをパッて線引きます。で1個開けた分のところから投げるようにします。このなんでこっちかっていうと、フォークボールですねが、右バッターの外に投げる時のフォークボールがここだと投げれないんですね。ここだとなんか投げれる気がするんですねっていう理由だけでこうにしました。はい、で立ち投げします。この時も速い強いボールとかじゃなくて、まずしっかりといつも僕が言う、しっかり立つということとですねっていうのと、この体重の間合いっていうんですかね、やっぱその日によって状態って違うので、ここのなんかこう感じが違うとかある時はちょっと意識したりして、今日は比較的なんかいい感じなんで普通にやってます。5球いって最後はセットで投げます。でお願いします。手で座ってもらいます。で今補足測らなかったんですけど、ここで測ります。3、4、5、6歩、約キャッチャー座ると6歩半ぐらい行くんで、こうやって線引きます。で、今ここは掘れるんですけど、基本的には掘れないマウンド側ばっかりなので、こうやって鳴らしてあげます。線だけ引いておいてあげて、この辺につくっていう、僕が一番マウンド上で大事にしているルーティーンっていうものは、プレートをめちゃくちゃ綺麗にします。僕が投げてる時ってこうしてるイメージすごくあると思うんですけど、これ試合中もこうやってやってるんですけど、この時はどうしようかなって考えてます。次どうしようかなって思ってますっていう時間と、プレートを綺麗にするっていうことをやってます。でここから34球やりたいと思います。外ね、外まっすぐ、基本的には、この時は右バッター想定で、投げることが多いです。外まっすぐ、右の、で今まあまあいいボールいったんで、あれいいかもしれないっていう感じで、同じ感じでいきます。でちょっと抜けてしまったので、あれ抜けたなじゃなくて、どこが良くなかったのかなみたいな感じで、修正するようにします。まっすぐ、次はスライダーいきます。右の外ね、ちょっと小さいスライダーで、今ちょっと斜めに落ちたんで、今の僕の中でイメージが違うんで、もう一球、
で今スライダー2球投げました。でこれで右の外は終わりです。で次、内、これ右の内いきます。まっすぐ、あのインコース、右バッターの内、左バッターの外は基本的にいつでも投げれるという感覚でいるので、そんなにこっちはこっちのコースは練習しないです。なので今すぐ1球いったなんですけど、もう1球まっすぐいきます。でシュートいきます。でシュートは試合でかなり使う球種なんですけども、これは投げすぎるとちょっとおかしくなる傾向があるので、基本的に僕はシュートってこう曲げたいとかいう意識を持ちたいので、おかしくなる、そう開いたり肘を下げたら曲がってる感覚が出て、自己満足としてはいいけども、バッターからすると打ちやすいボールになる可能性があるので、あまり投げすぎないってことと、曲がってないぐらいがちょうどいいってぐらいのボールにして1球しか投げないです。で次フォーク、こっちね、これは想定は左バッターです。ちょっと抜けたというか理想のフォークじゃないですけども、もう一球ですね。で外まっすぐ、外まっすぐ、次は左バッターの内を想定します。ここがやっぱしっかり投げ切れないといけないんで、ここはちょっと結構こだわって数投げます。入るな。まあでも今日はそういう日だぐらいで投げます。で本当ならここでスライダー行くんですけども、ちょっとまっすぐが良くないなと思うので、もう一回まっすぐ行きます。良くないなっていう感じです、心の中は。スライダー、このイメージはファールを打たせたいなっていうようなスライダーを投げます。今のはいいかなって感じです。なので今日の状態としては、右の外のまっすぐはちょっと中に入るけれども、スライダーはまだコントロールできる、あと右の内、左の外は今日は心配いらないかなっていうような状態です。ただしこれはマウンドに行くと全くもって変わってしまうので、あまり参考にはしないんですけども、今日の状態はこれぐらいかなっていうのを自分の中で頭で入れるようにします。振りかぶって投げるのは15球です、基本は。はい、でこっからランナーありを想定します。でこっからはその日の試合によって違うんですけど、例えば先頭バッターが左からであればこっちからまっすぐ入ります。右なら右の外、左なら左の外から入るようにします。今日左と想定してこっち、ランナー一塁ですね。でクイックはしないです。まずはバランス、シュート、スライダー、左バッター想定です。フォーク、基本的にフォークボールっていうものは低く投げるんですけど、僕はよく言う抜けちゃダメっていうフォークを言うんですけども、ここではもちろんそれは意識するんですけど、あのワンバンはなるべく投げないようにというか、ストライクゾーン内に投げようっていうのをテーマとしてやってるのはフォークボールかなと思います。試合になればそれはほとんどなくなるんですけども、まずはストライクゾーン内に投げるっていうのが僕の中のちょっとしたこだわりです。でこっちで、ここでコーチの方がいるのでバッター立ってもらいます。ここで本当は、左だったら左お願いしますって言います。でまっすぐ、ちょっとまっすぐ今日抜けるんで、ちょっとどこがおかしいんだろうっていうので、ちょっとお尻かなと思ってお尻を意識します。今のハマったんで、ちょっとお尻をって言いましたけども、お尻が落ちないように意識して投げてみたら
ボールの強さは分かんないですけども、自分の思うような形で投げれたっていうのが今のボールですね。スライダー、ちょっと大きいスライダー、小さいですね。で、今日こんな感じかなっていうのは大体、まあ、参考にはならないんですけど、試合になったら。でもあくまで頭を入れていく中で、スライダーはそんな悪くないかなっていう感じで、あまり良くないなと思うボールをちょっと多めに、こっからあと10球になるんですけども投げていく感じです。あとはバッターのチームでこのボールが多い、増えるかなっていうボールを投げるようにします。まっすぐ、ちょっとボール気味で、フォーク、あ、ごめん、今左想定投げてたので次右想定で、締めくくりたいと思うんだけども、今ね、ランナーなし、ランナー一塁を想定したので、次はランナー二塁で仕上げたいと思います。まっすぐ、もう一球、まっすぐ、なんか戻った気がします。インサイド、まっすぐ、まっすぐがちょっと良くなってきたので、僕の中ではちょっと一安心というか、今日は、あ、今日いけるかなっていう感じです。やっぱりスピードは別として、まっすぐがいってないと力んでしまっておかしくなる傾向があるんですけど、力まなくてもある程度いくんで、まっすぐ、シュート、ああ、逆にシュートがちょっと垂れるかなっていう感じで、イメージと違うボールですね。これはあくまで悲観する必要なくて、バッターが立てばまた的が変わるんで、あまり気にしない、あ、今日こんな感じかなぐらいの感じで頭入れていくことですね。スライダー、はい、ラスト、まっすぐで、最後はやっぱりピッチャーとして一番練習してきてる場所で決めたいっていうのがあって、右の外なんですね。やっぱり一番大事な場所に投げて終わる。まっすぐね、オッケー。今日投げ受けてくれるキャッチャー、例えば今までドラゴンズと木下がいるので、木下はこっちに来て、今日の状態とかじゃなくて、サインこれでいいですかとか、セカンド行ったら何番目です行きましょうというのと、あとはバントシフトのサインがいっぱいあるんで、それの今日は例えば何番目とか、どこ入りの何番目とかっていうのを確認して行って、で今日まっすぐいいし、ちょっとまっすぐ多めで行こうかとかっていう会話をして試合に行きます。はい、ここは今マウンドなんですけども、ブルペンに入った時、入るまではすごく緊張してるんですね。やだなやだなしか思ってないんですけども、もうここに入った瞬間にはもう割り切るというか、腹くくってるので、まあ、楽しみではないですけども、よしやるぞという気持ちで少しずつこう気持ちを高めていってる。ここでもうほぼ 70% ぐらいまで行って、ここで着替えるんですけども、着替えて、お客さんがいるフィールド内に入った時にはもうほぼ 100% で入っていけるように、各ピッチャーおのおのがね、いろんな調整をして、試合に向かっているっていう僕の今日の、ルーティーンっていうんですかね、試合前の5時34分からの、ブルペンをお見せしました。